今シーズンもこのスティールは健在です。レイナルド・ガルシアです。アウトサイドのシュートにも注目です。田中誠也、フィジカル、そしてスタミナも無尽蔵のスタミナを持っています。スピード上げていく、そのからスリーはどうだ、決めました。見事なスリーポイント、徳川のスリーです。佐賀です。まあ、比較的スリーポイント、アウトサイド、そしてまあペリメーターからもロングツー、そして神武コーナースリー、井上が拾ってきます。石谷からガルシア、そしてこのミスタイガーが決めました。片岡前に出てきた、スリー狙うか、バウンドパスでメインスに入って、ここもダブルチーム出て、これをかいくぐってメインスで決めました。さあ渡辺もここはファストブレイクというところでしょうか。バーレル、ここは一旦落ち着かせて、バウンドパスでメインスに入った、今度もダブルチーム、エンドワンです。さあ佐賀のラスプレー、石谷ジャンパー決めた、キャプテン石谷、最後石谷決めていきました。ハイパスワーク、ここはフローター浮き球でいきますが、拾い直してダンクはジャスティン・バーレルです。メインセつないでバーレル、バンクショット、プレッシャーをかけようという、大神里ドライブ選択、ナイスブロック、ヘッソン自らブロック、そして自らボールを運んで井上、ヘソン決めていった、体勢崩していきながら、そしてエンドワンです。ガルシア、ナオに当てていく、月野が前につく、ガルシアドライブ決めた、ガルシア、ヘソン、ここもドライブでいく、決まって、これはエンドワンです。キックアウト、オリバーからもう一度、これはナイス守備、しっかりとカットした佐賀の守備です。ガルシア込んで、ヘソン逆サイド、もう一度ここはファイトアップ、ムール決めた、50秒切りました。ファイトアップムールがメイクで、さあドライブでいくか、ガルシア、スピンムーブからガルシア、いった、速いボール、メイン線入っていきます。カンタケ、スリー、ヘソン、リバウンド取って、これで試合終了です。